2018年に改造した立丸第一トンネル。立丸峠は岩手県東野市と宮古市の境にある峠。国道340号が通過する。峠付近は国道340号の東野宮古市河合間で唯一の未改良区間である。大半が一車線であり、最も狭いところで3.3メートルという福音行商区間や、 最小曲線半径 R イコール10メートルで、設計速度時速50キロメートルの道路構造例を満たさない74箇所の急カーブ、また最大で9.0%の急勾配が連続する。当期閉鎖規制は実施されていないが、なだれや倒木などにより通行止めとなることが多い。また落石の危険があることから、異常気象時の事前通行規制区間に指定されている。 立丸峠の難所を解消すべく、地元の東野市と河合村が立丸峠トンネル整備促進懇談会を1996年に設立し、国を呼び岩手県に対しトンネル建設を要望する活動を行うようになった。その後もトンネル早期着工を求める看板が峠に設置されたり、地元住民による集会が開かれたりするなどの運動が行われてきた。 2011年に発生した東日本大震災の際、被災地を後方から支援する拠点として機能した東野市と沿岸方面を結ぶ道路として国道340号が大きな役割を発揮した。国および岩手県では国道340号などの道路を復興支援道路と位置づけ、災害時の緊急輸送道路としての機能を強化するため、 これらの道路の難所解消を図ることとした。岩手県大規模事業評価専門委員会は2012年8月24日、立丸峠にトンネルを整備することを妥当と判断した。これを受けて、峠付近の5 2 1トルの区間が国道3 4号立丸峠高区として2012年10月に事業化され、立丸第一トンネル。 立丸第二トンネルの2本のトンネルが掘作されることになった。立丸峠港区は2014年8月に着工し、立丸第二トンネルが2015年7月に貫通した。立丸峠港区は2018年11月29日に開通した。今後は、東の宮古市河合間で約 4km の距離短縮、約6分の時間短縮になると見込まれている。 ありがとうございます。